こんにちは、オペラ歌手の押川博史です。今日はですね、本当はこの、今東大和の、地区会館に来てるんですけども、本当はここで、歌声という、歌う会を、やる予定だったんですけども、コロナの感染者数が、劇的に増えてますんで、延期ということに、しまして、代わりに、この配信でお届けしようと思います。普段こんな感じで、いや違うな、こんな感じじゃないな、普段はちゃんとピアニストがいて、僕が歌ってで、歌ってて、マイクで歌ってないですね、歌って、皆さんと一緒にこの昔懐かしの歌を歌うと、昔でいう何ですか、歌声喫茶みたいな感じでやってる歌の会、この代わりにちょっと今ね、歌ってお話ししてっていうのをお送りしたいと思います。最後までお楽しみください。今朝ドラの舞台が沖縄ですよね。あ、舞台はでも東京と沖縄と両方かで、最近は行ってませんけども、沖縄の歌、沖縄もやっぱりね、いいところで、大好きなんですけども、沖縄の歌をまずお届けしたいと思います。芭蕉布です。他にもティンサグヌ花とか、ね、沖縄の、で友達に沖縄のテノール歌手がいましてですね、よく歌ってくれるんですね。大佐おじさんとかですね、それで結構沖縄の歌を覚えました。この僕は毎月、ね、地元で開催しています歌声というやつですね、昔懐かしの昭和歌謡だったり、もっともっと昔の曲だったり、なんで僕にとっての懐かしじゃなくて、来てくださるお客様にとっての、懐かしの歌を歌ってるんですけども、僕にとっては結構ね、初めての歌がいっぱいありまして、その中で出会った曲で、この曲特に大好きなんですね。仙台を舞台としました、曲です。ではお聴きください。青葉城恋歌。仙台駅の新幹線のホームに、ホームにえなっちゃった、ホームでこの曲流れてまして、やっぱりこの曲を知って、実際仙台に行きますと、ね、青葉区があって、広瀬川があってみたいな、もうね、感動しますね。これが青葉城か、仙台城ですよね。この、仙台城、ね、青葉城ですよね。これはなんか
工場の月、あの滝廉太郎が作曲した工場の月の、ね、舞台になったんじゃないか、ね、というふうに言われております。大分県の岡城かこの仙台の青葉城か、ね、どっちだろうみたいな、はい、で普段の歌声ではですね、僕はこう司会をしまして、で、なんか面白いことを、まあ、オペラの、ね、裏話だったりとか、あと、まあね、実際自分も、オペラリを歌ってみたりとかして、皆さんと一緒に約2時間ですね、こういった昔懐かしの曲を一緒に歌って、で僕はね、あの昔のものを曲とかあんま知らないもので、曲のね、この誰々が歌っててみたいなのをお客さんが教えてくださるんですねこれ誰々が歌ってたのよとか、あそうなんですか、逆の立場になったりして、やったり楽しくやっております。全然季節違いますけども、送ることは言ってみたいと思います しながら歌いたかったんですけどね、そんな余裕はありません、はい、くれいいですね、はい、まあ一旦ね、コロナの感染者数がそーっとこう減った時期がありましたよね。その時に、まあ、いろんなコンサートとかオペラとかをね、やったやりましょうっていうのがバーってね、いろいろ世の中こう動き始めて、そしたらまたね、第7波ですかね、第何波だかがね、バーッときまして、で今もう現場もてんてこまいですね。できるだけこの感染者を出さないように、やっぱりこの歌をやってる人っていう感染リスクが高い、ね、人たちっていうのはやっぱりこの防御の仕方もね、その感染症対策ってものすごい徹底してますんで、僕も1週間に何回5回ぐらい、ね、PCR 検査やったりとかやりすぎですよね、しながら、でも本当にね、もう気をつけるべきところをしっかり気をつけてやれば、まあ、大丈夫だっていうのは、ね、だんだん分かってきましたんで、それをやりながら、まあ、いろんな活動を続けているところですね、はい、次ちょっとですね、アップテンポな曲を言ってみたいと思います、ね、これあれですよ、失敗のリスクが非常に高いですからね、ぜひその辺も楽しんでご覧ください。あの素晴らしい愛をもう一度、違いましたけども、1番で終わらなかった、もっと大惨事になってましたね、はい撮り直したい、めっちゃ撮り直したい。この YouTube でね、いろんな楽曲をたくさん使うとえらいことになるんですけどもね、まあやってみましょう、はい、次ですね
島唄、ね、島唄行ってみましょう、はい、沖縄に行きたいんですよ、暑いところに行きたい、ね、宮崎にも、ふるさと宮崎にも帰れてませんし、沖縄に行きたいなと、はい、島唄行ってみましょう。発見しました。弾き語りをしながらの、この拳ですかね。島唄よ風に乗り、これめちゃくちゃ難しいですお恥ずかしい。なんか面白い話したいんですけどね、なんかないかな。まあ今やってるこの歌声ってやつも、まあ、いろんなところでね、この音楽を活動していく中で培ったこの感染症対策ってもうフルにね、あの新国立劇場だったり、ね、いろんな大きいところの藤原歌劇団だったり、いろんなところでやってる感染症対策もフル動員して、やってますんで、まあ出ないんだろうって、まあ、あのこれまでコロナ禍で何度か開催しまして、もちろん、ゼロです、はい、感染者数ゼロで、うまくやれてますん で今日 の、ね、あの延期も皆さん、ね、非常になんか残念がってくださって、一人一人電話してですね、すみません、ね、お休み、あの延期させてくださいって、楽しみにしてたのにってもう本当に申し訳ございません。はい、なんで早く、みんなで一緒に歌える日が来るのを心待ちにしております。もう一曲、次の曲いきましょう。行ってみましょう。時の流れに身を任せ。私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し、普通の暮らししてたでしょうか。はい、次ですね、切手のない贈り物やってみましょう。これ切手のない贈り物届くんですよね。はい、もう一回やったことあります。もうすいませんでしたってね、あと来たこともありますね。切手のない贈り物来たことあります、郵便料金不足ですって言って料金を払ってはい、切手のない贈り物はダメです行ってみましょう。私からあなたへこの歌を届けよう。広い世界にたった一人の私の好きなあなたへ年老いた
ず難しくないんですけどね、進行がわからなかった。こう言っていいか。はい、この歌、5番ぐらいまでやって、次なんか夢のないあなたへとかなんかちょっと苦言を刺されるんですよね。いたたたみたいな、そういった曲、そういった曲じゃないですね。はい、はい、では次、最後の曲にしたいと思います。この歌声を始める前から、でもこの曲はやっぱりさすがに有名なんで知ってましたね。野に咲く花のようにという曲を、お送りしてお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ということで、今日は本日の歌声中止になってしまいましたので、一人ぼっちの歌声をお届けいたしました。また、皆さんと会える日を楽しみにしております。またお会いしましょう。さよなら。